次に山山尾尾さんえっと、はい、国民民主党の山尾しおりです、えっと、コロナ禍と憲法の論点を深めたいのですが、その前に先ほど、北側委員から今後進めるべきテーマについて、まあ、緊急事態における国会機能の維持。 そして、えー、デジタルルールについてあの議論すべきだというお話がありまして、まあ、私も全く同感です、その上で、そのまあ、コロナにおける、まあ、国会の出席の問題については、先回あの、国重委員からも、そのまあ、いわゆるその物理的な出席を意味するという立場に立つ長谷部康夫先生の見解、そして機能こそが大事なのだという立場に立つ宍戸常二先生の見解のご,ご紹介もありましたので、まあ、やはりこういったあの違うい 人権に立つ有識者の考えを早のに聞くということが大こかなというふうに思っておりますその上で、コロナ禍と憲法なんですけれども、併せて、やはり緊急事態には人権侵害が起きやすい、人権保障が危うくなるという前提に立ち、実際に今も、法の根拠があやふやな人権制約がなし崩し的に広がり、チェックせずに放置されている面もあると思うんですね。だからこそ今日の提案は 3つで、1つはやはりあの今、進行中にこのコロナと憲法の問題をしっかり洗い出しておく、そして国際社会がどう対応しているかも事務局にお願いをして、調査を開始することだと思います。で、第二に、その調査に基づいて、平時といえる程度に落ち着いたら、コロナの特措法改正、そして憲法での緊急事態条項の在り方、この具体的な検討を進めることだと思います。 第3に合わせて、やはりその緊急事態における人権救済の是正措置として、裁判所が機能不十分だと思いますので、この問題を解決するのに有効と考えられる、いわゆる憲法裁判所の議論を進めるべきではないかと思っております。皆さんのお手元に、今、コロナ禍で何が起きているかという参考資料として、神奈川新聞4月8日付の記事をお配りをしました。 慶応大大学院の横太道聡教授の記事で、まん延防止措置は違憲の疑いが強いと評価をしています、まあ、いくつかあの黄色い線をつけましたけれども、第一にです、ね、感染拡大防止という目的は合憲でも、やはり一律午後8時までというような時短営業措置や、一律同じ協力金というような制約軽減策は、手段として合理性を欠くのではないかと。 もし書くのであれば、それは憲法22条1項の営業の自由を侵害する憲法違反の疑いがあるのではないかという提起です。もう一つ、第2に、まん延防止措置の具体的な発動要件が政令に丸投げされているのは、国民の権利を制限するのは法律であるという憲法41条にも、たがえる可能性があるのではないかという論点です。一番上にコメントで線を引きましたけれど、 危機に対応した法整備をパッケージで議論しておく時間的余裕はいくらでもあったのに、それにもかかわらず、その場しのぎの対応でやり過ごしてきた、サボってきたと言ってもいい、これは立法府である私たちに投げかけられた言葉と受け止めるべきだというふうに思います。私たち国民民主党は、この特措法を反対しました。 やはり国民からなりわいを奪うような強い制約をかけるのに、あまりにも民主的な統制にかけて、保障も不十分だというふうに考えたからです。改めてこの特措法とその運用に、憲法違反の疑いがないかチェックをして、今後の法整備に向けて、今、土台を整えていくというのが、この審査会に課せられた大きな仕事だというふうに思います。そしてももう一点ですけれども その裁判で救済をするというルートが日本ではすごく少ないです。あのフランスの行政裁判所、コンセイユデタでは、2020年、コロナ関連で840件の判決が出ていて、これは前年比の6倍という報告もあります。デモの人数制限とか、無断で体温を測るとか、こういう措置が違憲とか、違法とかいう判断がなされて、速やかに司法判断に沿って政令が改正されたりという動的な動きがあります。 緊急事態に100点満点の人権保障は難しいので、必要なのは、きちっと緊急事態に事前の枠付けをし、そして人権侵害の疑いがあったら、司法がチェックをし、そしておかしいということになったら、政府や国会はそれを是正するっていう、こういう動的なやっぱり設計をする必要があるというふうに思います。日本はコロナ禍で、まあ、報道ベースですけれども、起こされた意見訴訟は1件だけ。 なぜこれだけ少ないのかというと、やはり憲法裁判のハードルがものすごく高いということなので、その要件を少しこう柔軟にするような、幅広にするような議論をするべきだと思います。やっぱり司法審査がありうるというのは、行政に緊張感を生んで、人権保障に資するというふうに思います。実際、内閣官房からは、東京都などに対して、ペーパーが出ました。 要するに、命令を出すときには、きちっと合理的な説明ができるか、公正と言えるか、ちゃんとチェックしてくださいねというまダメ押しのペーパーです。やりすぎたら裁判で説明が求められるという制度設計を、きちっとこの緊急事態においてですね、起きている現象をもとに、私たちはやっていくべきだというふうに思います。最後になんですけど前回ですねその 投票の手続きの議論と、こうした今起きていることについての本体の議論を、並行的に進める必要があると考えるか、必要ならどんなやり方がありうるかということについて、新藤委員からはお答えをいただきましたが、山花委員と北川委員からはちょっと機会がありませんでした、ぜひこのことについて、ご意見を承りたいですし、やはり公開の場でこれはいただきたいというふうに思います。 はい、ありがとうございました。今までのですね。ご発言に関連してえー、まあ、あ名前等がなされた方がおられますので、順次お願いします。まず。